ジャン君。とっちゃん。今日はクロケンパパがお誕生日ということでですね、生配信の、ところでも、いろいろたくさん、お祝いの言葉ありがとうございます。そして、今しがたですね、全く暑い中、なんていうの、いちごのホールケーキを、買ってきました。今冷蔵庫に入れました。暑いのですぐ溶けそうな感じですね。後ほどいただきます。はい、例によって、ケーキのご披露になります。今回はいつものですね。今回はではなくて、いつものケーキ屋さんで購入いたしました。ちょっと狙っていたケーキ屋さん、ちょっとねちっちゃな、ケーキ屋さんが、あるというのを知っているんですが、行ってみたらシャッター降りてました。うん、お休みでした。なので、普段よく買うケーキ屋さん、少し高級なところだよね、僕らにとって。あ、うん、うちにとってはね。ちょっとこれ買った、果物が豊富に使われている、ケーキがよく売っているところです。パリスって書いてあるから、はい、フランスがなのかな。ロースからの来たやつ。はい、出た。かわいい。いちご。いちご6個だから一人2個ずつということで、いわゆるいちごの、ホールケーキになります。はい、ちょっと小ぶりのやつですね。手を入れるとね、ちっちゃいやつです。はい。3人で開けます。お誕生日ありがとう。おめでとう。はい、これがなんかサービスでついてきました。もらいました。ケーキとあんまり関係ないけどね。うん、同じお店だけどね。ろうそくも特につけなくてもいいや。いいの？うん、なんか形が崩れるのも嫌だし。よいしょ。最近のろうそくはこうやってなんかほらろうのところを刺さなくていいようになってる ね。よいしょ、よいしょ。あ、クリームが、クリームがこっちについてきちゃうよ。どれ？もったいないね。クリームが美味しいのに。美味しそう。クリーム、むじゅいむじゅい。うん。ピッ。どうやって切るかな？まあ、まずは真っ二つだね。こう切って、本当は濡れた布巾とかで、この汚れたところをね、シュッて拭くと綺麗に切れるんだけどね。こう、適当に3分の1でいいね。まず半分でいいでしょ。半分2個ずつ食うのはちょっとヘビーだよ。ここ半分、いやいや、半分の3分の1、3分の1、あ、そっか、こうね、こうと、あれちょっと違ったかな。こうかな。よいしょ。このケーキがあまり、こんな感じに、ビジュアル的にはこっちが成功。でもちょっとクリームだね。そうだね。はい、でもさあ食べます。これが大きいのが、はい、じゃこれね、はい、フォークです。いいの？これは。はい。金場所なので。クリームいっぱい。クリームを取って食べています。柔らかい。ね、なんかすっごい柔らかいね、このクリーム。はい、これを。うん。うまい。美味しそうだね。お、クリーム美味しい。